ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相が今日未明、国軍によって拘束されたと与党・国民民主連盟の報道官が明らかにしました。ウィン・ミン大統領も拘束された模様で、AP 通信はクーデターが起きたと報じました。ミャンマーでは国軍などが去年11月の総選挙で不正があったと主張し、クーデターも辞さない構えを示していたことから緊張が高まっていました。